天皇皇后両陛下および日本国民の皆様に対し深い敬意を表しましたともに、この度日本国国会で演説を行う機会を賜りましたことを謹んでお受けいたします。Your Excellency, the Speaker of the House of Representatives, 衆議院議長閣下、Your Excellency, the President 参議院議長閣下、Your Excellency, the Prime Minister, 内閣総理大臣閣下、Excellencies, members, 国会議員の皆様、Gathering, ladies and gentlemen, ご列席の皆様、世界史において核も傑出し重要性を持つ機関である日本国国会の中で、私は偉大なる英知、経験および功績を持つ皆様の前に一人の若者として立っております。皆様のお役に立てるようなことを私からも多く申し上げられるとは思いません。それどころか、この歴史的習慣から多くを得ようとしているのは私の方です。このことに対し感謝いたします。妻ジェツェンと私は結婚のわずか1ヶ月後に日本にお招きいただき、ご厚情を賜りましたことに心から感謝申し上げます。ありがとうございます。これは両国間の長年の友情を支える皆様の寛大な精神の表れであり、特別のおもてなしであると認識しております。ご列席の皆様、演説を進める前に先代国王ジグミ・シンゲ・ワンチュク陛下およびブータン政府およびブータン国民からの皆様への祈りと祝福の言葉をお伝えしなければなりません。ブータン国民は常に日本に強い愛着の心を持ち、何十年もの間偉大な日本の成功を心情的に分かち合ってまいりました。3月の壊滅的な地震と津波の後、ブータンの当たるところで大勢のブータン人が寺院や僧院を訪れ、日本国民に慰めと支えを与えようとして供養のための灯明を捧げつつ、ささやかながらも心のこもった務めを行うのを目にし、私は深く心を動かされました。私自身は押し寄せる津波のニュースをなすすべもなく見つめていたことを覚えております。その時からずっと私は愛する人々を亡くした家族の痛みと苦しみ、生活基盤を失った人々、人生が完全に変わってしまった若者たち、そして大災害から復興しなければならない日本国民に対する私の深い同情を直接お伝えすることのできる日を待ち望んでまいりました。いかなる国も国民も決してこのような苦難を経験すべきではありません。しかし仮にこのような不幸からより強く、より大きく立ち上がることができる国が一つあるとすれば、それは日本と日本国民であります。私はそう確信しています。皆様が生活を再建し復興に向け歩まれる中で、我々ブータン人は皆様と共にあります。我々の物質的な支援はつましいものですが、我々の友情、連帯、思いやりは心からの真実味のあるものです。ご列席の皆様、我々ブータンに暮らす者は常に日本国民を親愛なる兄弟姉妹であると考えてまいりました。両国民を結びつける者は家族、誠実さ、そして名誉を守り、個人の欲望よりも地域社会や国家の望みを優先し、また自己よりも公益を高く位置づける強い気持ちなどであります。2011年は両国の国交樹立25周年にあたる特別な年であります。しかしブータン国民は常に公式な関係を超えた特別な愛着を日本に対して抱いてまいりました。私は我が父とその世代の者が何十年も前から日本がアジアを近代化を導くのを誇らしく見ていたのを知っています。すなわち日本は当時開発途上地域であったアジアに自信と その進むべき道への自覚をもたらし、以降日本の後に続いて世界経済の最前線に躍り出た数多くの国々に希望を与えてきました。日本は過去にもそして現代もリーダーであり続けます。このグローバル化した世界において、日本は技術と革新の力、勤勉さと責任、
強固な伝統的決心を受ける模範であり、これまで以上にリーダーにふさわしいのです。世界は常に日本のことを大変な名誉と誇り、そして規律を重んじる国民、歴史に裏打ちされた誇り高き伝統を持つ国民、不屈の精神、断固たる決意、そして秀でることへ願望を持って何事にも取り組む国民、地公合一、兄弟愛や友人、揺るぎない強さと気丈さを併せ持つ国民になると認識してまいりました。これは神話ではなく現実であると慎んで申し上げたいと思います。それは近年の不幸な経済不況や3月の自然災害への皆様の対応にも示されています。皆様は日本及び日本国民の素晴らしい資質を示されました。他の国であれば国家を打ちのめし、打ち砕き、無秩序、大混乱、そして悲嘆をもたらしたであろう事態に、日本国民の皆さんは最悪の状況下でさえ静かな尊厳、自信、規律、心の強さを持って対処されました。文化、伝統及び価値にしっかりと根付いたこのような卓越した資質の組み合わせは、我々の現代の世界で他に見出すことはほぼ不可能です。すべての国がそうありたいと絶望しますが、これは日本人特有のもの、特性であり不可分の要素です。このような価値観や資質は昨日生まれたものではなく、何世紀も歴史から生まれてきたものなのです。それが数年、数十年で失われることはありません。そうした力を備えた日本には非常に素晴らしい未来が待っていることでしょう。この力により日本は歴史を通じてあらゆる逆境から繰り返し立ち直り、世界で最も成功した国の一つとして地位を築いてきました。さらに注目に値すべきは、日本がためらうことなく世界中の人々と自国の成功を常に分かち合ってきたということです。ご列席の皆様、私はすべてのブータン人に代わり心から今お話をしています。私は専門家でも学者でもなく、日本に深い親愛の情を抱くごく普通の人間にすぎません。その私が申し上げたいのは、世界は日本から大きな恩恵を受けるであろうということです。卓越性や技術革新が何たるかを体現する日本、偉大な決断と業績を成し遂げつつも静かな尊厳と謙虚さを兼ね備えた日本国民、そして他の国々の模範となるこの国から世界は大きな恩恵を受けるであろうと。日本がアジアの世界を導き、アジアと世界を導き、また世界情勢における日本の存在が日本国民の偉大な業績と歴史を反映するにつけ、ブータンは皆様を応援し支持してまいります。ブータンは国連安全保障理事会の議席拡大の必要性だけでなく、日本がその中で指導的な役割を果たさなければならないと確信しています。日本はブータンの全面的な約束と支持を得ています。ご列席の皆様、ブータンは人口約70万人の小さなヒマラヤの国です。国の魅力的な外形的特徴と豊かで人の心を捉えて離さない歴史がブータン人の人格や性質を形作っています。ブータンは美しい国であり、面積は小さいながらも国土全体に広がるさまざまな異なる地形に数々の寺院、僧院、城塞が点在し、何世代ものブータン人の精神性を反映しています。手つかずの自然が残されており、我々の文化と伝統は今も強靭に活気を保っています。ブータン人は何世紀も続けてきたように人々の間に深い調和の精神を生む質素で謙虚な生活を送り続けています。今日の目まぐるしく変化する世界において国民が何よりも調和を重んじる社会、若者が優れた才能、勇気や品位を持ち先祖の価値観によって導かれる社会、そうした思いやりのある社会で生きている我々の在り方を私は最も誇りに思います。我が国は有能な若きブータン人の手の中に委ねられています。我々は歴史ある価値観を持つ若い、そして若々しい現代的な国民です。
小さな美しい国でありますが、強い国でもあります。それいえブータンの成長と開発における日本の役割は大変特別なものです。我々が独自の願望を満たすべく努力する中で、日本からは貴重な援助や支援だけではなく力強い励ましもいただいてきました。日本国民の寛大さ、両国民の間を結ぶより次元の高い大きな自然の絆、言葉には言い表せない、しかし非常に深い精神的な絆によって、ブータンは常に日本の友人であり続けます。日本はかねてよりブータンの最も重要な開発パートナーの一つです。それゆえ日本政府およびブータンで暮らし、我々と共に働いてきてくれた日本人の方々のブータン国民への揺るぎない支援と善意に対し感謝の意を伝えることができて大変嬉しく思います。私はここに両国民の間の絆をより強め深めるために不断の努力を行うことを誓います。改めてここでブータン国民から日本国民の皆様への祈りと祝福を改めてお伝えいたします。ご列席の皆様、私簡単ではありますが、ゾンカ語、私どもの 国の言葉でお話したいと思います。今私は祈りを捧げました。小さな祈りですけれど、日本、そして日本国民がいつも常に平和と安定、ハーモニー、調和を経験し、そしてこれからも繁栄を享受されますようにという祈りです。今日のご期待ありがとうございました。